日立馬の骨は、藤沢周平による日本の時代小説である。テレビドラマ化され、2005年8月26日から2005年9月30日まで、NHK 金曜時代劇で放送された。2013年3月4日から、光 TV 時代劇専門チャンネルで再放送される。オール読み物1990年12月号から1992年10月号に、 連載された。清掃の火種がくすぶる東北の小判で、過労から、とある流派に伝わる日たち、馬の骨の伝承者を探し出すことを命じられた二人の男が、不伝流、矢野道場の道場師と皇帝五人に立ち会いを挑む。物語の後半で勃発した政変の中で、意外な伝承者が明らかになる。東北のとある小判。浅沼沙十郎は、 過労で派閥の領収小井で盾脇の引きで、金樹頭取に出世したが、長男の病死以来、気鬱の病にとらわれた妻杉江が、悩みの種である。そんなある日、半十郎は立脇に呼び出される。そして、立脇の老い、石橋銀次郎と共に、6年前の餅月家老、暗殺に関わったと思われる日たち、馬の骨の伝承者を探し出すように、と命ぜられる。 馬の骨は、不伝流、矢野道場の先々台が編み出したものであったが、現道場主、矢野陶像と立ち会った金次郎は、陶像は、日立ちを伝授されていないと考える。仙台時代の皇帝五人のいずれかが伝授されたと考え、立ち会いの中でそれを見つけようとするが、矢野道場は、他流試合を禁じていた。金次郎は、皇帝たちの弱みを見つけ、 口止めを条件に試合を申し込もうと図る。時に大怪我を言いながらも、銀次郎は変質的に皇帝たちと試合を重ね、縦脇もそんな老いを止めようとしなかった。そこで、だんだんと、半十郎は縦脇の馬の骨探索の意図に疑念を抱くようになる。結局、五人の皇帝の誰も馬の骨を伝授されていないと判断した銀次郎は、 縦脇の目掛けを連れて、江戸に戻ろうとするが、縦脇が放ったう手に切られて、重傷を負い、藩、十郎の家に逃げ込む。藩、十郎が、銀次郎と戦った皇帝の一人、北爪平九郎の屋敷に、銀次郎を移動させると、銀次郎は、縦脇が、仙台藩主を騙して、餅月画郎を暗殺させたようだと語る。それを、現藩主に気づかれると、 半主を泣き物にしようと格索して失敗し、今度は自分が暗殺されるのを恐れて暗殺剣、馬の骨を探し出そうとしたのだろうという。一方、次第に症状が軽くなった杉江は、それまで下避の筆に任せきりだった家事や娘、直江の教育にも少しずつ手を出すようになっていく。だが、半重郎に対するよそよそしい態度はなかなか改まらない。 半十郎は自分を憎むことで心の均衡を保とうとしているのだと一切杉江を責めずに耐えている。そんなある日、杉江が直江に小立ちを教えているとき、野犬が屋敷に侵入して直江を襲う。しかし、杉江は立ちすくむばかりで犬を追い払うことも噛まれた直江を解放することもしなかった。半十郎はこれまでの鬱積した気持ちとともに杉江を叱る。すると、 杉江は悲しげな表情を藩十郎に向ける。藩十郎は後悔しながらも夫婦の運命に対する悲しみを共有できたようにも感じる。事実、それから少しずつ杉江の藩十郎に対する態度は和らいでいく。藩主の命を受けた側用人、石渡慎三郎は着々と縦脇の陰謀の証拠を集めていく。最後の仕上げに帰国した彼を 立脇は暗殺船として、孤高の資格、赤松織江を送り込むが、石綿を警護していた、矢野道場皇帝の沖山茂平を殺害し、北爪平黒を負傷させたものの、石綿の殺害には失敗する。焦った立脇は、彼の陰謀の行き承人である淡路屋の元番頭を、殺そうと、赤松を連れてその住まいに向かう。一方、沖山の敵を討とうと生きり立つ長坂賢平と、 飯塚孫の城を沈めようとした、半十郎は、黒ずくめの男が盾脇を視察する現場に遭遇する。飯塚と共に男を追った、半十郎は、男が赤松を倒すのを目撃する。その男の正体に気づいた、半十郎と飯塚は、このことを誰にも言わぬと誓う。気鬱の症状が軽くなった杉江は、下僕の伊助を連れ、気鬱を患ってから、初めて長男の母さんに行く。 その帰り道、老人が、旗子の息子を捕まえ、立ちを振り回して脅しているところに遭遇する。杉江は木刀を振るって、老人を撃退する。旗子の息子を救ったことで、自分の息子を亡くした傷が癒された杉江は、声も表情も、すっかり気鬱から解放されたようだと伊助は感じる。そして、伊助は、下城した、半十郎に、それを報告する。年齢や年数は、 特に断りがない限り、馬の骨探索一年目を基準とする。ほか、ありがとうございます。